メトロでベロオリゾンテはブラジル、ベロオリゾンテの都市内の旅客輸送を担う電気鉄道である。地下鉄と称しているが開通した1号線に近く間はない。1895年に完成した歴史あるベロオリゾンテ中央駅、メトロでベロオリゾンテはブラジル都市鉄道公社により運営されている。2011年現在、ベロオリゾンテ市内と 隣接するコンタジェン市に延長 28.1km19 カ所の駅を持つ一路線を有する。1986年8月に最初の区間の営業運行が開始され、2002年9月までに現在の区間が逐次開業した。期間は 1600mm で、軌道には採石のバラストとモノブロックのコンクリート枕木。 パンドロールの E1891 型男性、低血装置を採用しており、最大勾配は3%、計画上の最急曲線半径は312メートル、最大カント量は160ミリメートル、枕木下のバラストの厚さは300ミリメートルである。レールは1メートルあたりの重さ57キログラムで、ニオブガン、U、の炭素鋼レールである。沿線の一部には、 自然環境を守る干渉緑地が設けられている。1号線の19カ所の駅のうち5駅にバスとの乗り換え施設が併設されている。2号線、3号線は計画中であり地下区間のある地下鉄となる予定である。1号線の路線図。電車は運転室を有する動力付きの先頭車2両の間に付随車2両が挟まれた4両編成で、車体は ステンレスコーで作られており、座席はガラス繊維強化ポリエステル樹脂でできている。ドアは1両につき片側に4組あり、客室の換気装置は2段階に切り替え可能で、1時間に160回換気できる能力を持つ。1985年から2001年にかけて25編成が製作された。運行管理には CTG が導入されており、運転保安装置は 車内信号式の ATC である。運転時角は平日ピークには4分から7分間隔。平日のその他の時間帯は10分から12分。土曜日はピークが8分から10分。その他の時間帯が12分から15分。日曜、祝日は終日14分間隔である。全線の所要時間は約44分である。片道圏、往復圏、10回圏。 バストの塗りつぎ券がある。ありがとうございます。